everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。3月16日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオからお送りいたします。今夜はキユ名古屋プレゼンツ滑りナイトお送りいたします。いやー、始まりました。とうとうこの日がやってまいりました。ちょっと4日前から肋骨が痛い味噌煮込みスキーです。はい、いや実は今日ですね、これ30分持つのかなと思って、ダメな時は爽やかな音楽を流そうと思っているダンサーズです。そしてあのね、今日のためにねカリフラワー頭にしましたよ滑り王子です。そしてどうぞ、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、読谷村のロックスター直樹屋と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、では今夜の滑りナイトの説明をいたします。今夜は特別企画になります。基本的に滑り王子マスクマンと直樹屋さんとの滑りクロストークです。危険または耐えられない状況になった時だけ味噌煮込みスキーとダンサーズが入ります。今週のテーマはフリーです。2名のトークのクレーム激励よろしくお願いいたします。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今夜の電話ゲストコーナーは、もう直樹屋さんがたくさん喋ってくださいますので、滑りナイトでお送りいたします。はい、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海京和、沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。ピザ屋の彼女が欲しい、デューセンバーグで殴られたい。はい、皆さんお待たせしました。今夜はね、スベリーナイト。あのね、王子とね、直樹屋さんのね、素晴らしいトークがね、今日はね、満載でございますよ。直樹屋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、沖縄の読谷村ザキメからよろしくお願いします。はい、こちらこそ。どうもどうも。あのね、はい、直樹屋さんね、はい、最初のオープニングはね、はいはい、こうライブ告知、なんかありますよね。いいですか？後からのがやろうと思ってましたので。あ、そう？まず滑り倒してください。あ、滑り倒してもいいの？いや、どっちでもいいですよ。どっちも告知でも、滑るつもりないんで。いや、もうね、もうね、はい、のっけからいきますからね。やるんですか？うん、はい、ね、直樹さんね、はい、このサードアルバムの、はいはい、エントピアあるじゃないですか。あ、はいはい、そう、あります。あれ、ジャケット？妊婦さんが
ね、従えて。そうです、うん、僕の妊婦さんです、僕の奥さんです、第一第二第三夫人。いいよね、もう、うん、あのうん、はい、いいでしょ、とってもいいよね、あれね、王子男の夢を体現してね、僕は本当にもうあの 夢ばっかり追っかけてますよ。でもね、もう本当にね、はい、直樹屋さんもね、お盛んと思っちゃったわ、本当に。いやそんなことない、あの実際はもうみすぼらしいもんですよ、あの、あの独身で、あの一人、やもめで、ね、いやいや、あのね、そう、王子ね、本当にね、なんかもっと違うこと言ってくださいよ。いやいや、あのね、もうね、もうそこから入らないとね。すいません、あのどうぞどうぞ、僕何でも対応しますんで。いい、あのね、あの、はい、あのそのね、こうジャケットのね、そのお姿を見た時にね、王子もね、もしかしたらね、はい、これだけのね、肩をね従えてね、写真撮影しようと思ったらね、今だったらね、はい、ぽっちゃりバディのねお姉様方が3人ね出てくるんじゃないかなと思って、はい、妊婦さんとは違いますよ。すいません、どういうこと、もう一回すいません、そのあの王子、今の面白いとこ説明してください。だからさ、ね、すいません、あの今面白いとこどこでした。え、今こっちスタジオみんな笑ってるよ。あのね、直樹さんね、あの難しすぎて分かんなかった。あのピンポイントで聞いてほしいな、はい、あのね、ぽっちゃりバディ、はいはいはい、ね、ぽっちゃりバディのね、お姉様方を従えてね、僕だと今だとね、はい、写真撮らなきゃいけないのかなと思って、そこ分かります？ぽっちゃりバディよ。はい、で、はい、簡単に言うとね、三ナンバーのお姉さんが出てくるってことですよ。おだまり、あ、三ナンバーのお姉さん、三ナンバーだってお腹ちょっと出ちゃってるなみたいな。あー、全然ね、噛み合ってないんだけどね。それはウエストのサイズが3桁っていうことですか？違います？だからごめんなさい、もうだからね、ちょっともうぽっちゃりの人がね、ね、いるじゃないですか、その方を従えて、お引き取りください、直樹さんのね、妊婦さんに負けないようにと思ったんですけどね。あ、すいません、なんだそういうことなんです、僕深く考えすぎて、うん、なんか王子がなんかこれ何かにかけて面白いこと言ってるのかなと思ったんですよ。申し訳ないです。ただ普通にぽっちゃりの人を従えるっていうだけの話なんですね。そうなんですよ、現実的な話。あ、すいません、なんか引っかかってんのかなと思って。違いますよ、すいません、すいません、はい、ね、もうね、最初からね、二人ともすごい滑ってるよね。いや、僕そんなつもりないですよ、僕だって受けたこともないけど滑ったこともないと思ってます。だよね、普段、うん、はい、王子もね、これ思ったことないですよ、健全な子、今おしゃべりをしてて ね、やっぱりね、楽しいトークをね、皆様方にね、お伝えしたいと思って喋ってるんだけど、ね、どこか知らないところでね、はい、こう滑ってるよって言われるんですけど、全然その意識はありませんから。お黙り。ですよね、僕もそんなに滑りないとって言われてますけど、滑った覚えはないんですけど、なんか、ね、もうこ世間の評価が、いや、スタジオのね、もうね、ダンサーズもね、みそちゃんもね、なんか空気が全然違うんだよね、今日ね。ツイキャスいいですか？はい、ツイキャスでね、はい、長谷川さんが順調に滑っております。いや、そんなことないです。シュプリームさんがやばい、腹筋が痛いで、カンボーイさんが、直樹屋さん何言ってる、とりあえず人の話聞こう。すみません、ちょっと王子が面白いこと言ったとこだけ音声が途切れてるんですよ。いや、でもね、だから、うん、僕は多分その途切れたところ、面白いこと言ってんだろうなと思ってまた喋ったりしてます。だけどテレパシー飛んでるでしょ。そうですよね。あとね、もう直樹さんにはね、ぜひともね、ちょっと一緒に、ね、コラボしたいことがありましたね。はい、前ライブでね、空気売ってましたよね。ライブで3回、2回打ったかな、ライブで空気打ってますね、うん、瓶詰めの空気。はい、ね、今度はね、やっぱりね、王子とね、直樹さんのね、このほとばしるね、もうカレー臭の出たね、汗をさ、ちょっとこう瓶に詰めて、ちょっとお互いね、お値段で。どうかな？何がどうかな？
あの面白いこと言ったところが聞こえなかったんです。すいません。いや、でもね、ちょっと今、感じるとこがあったでしょ？やっぱりね、生身から出るね、はいはい、そういったもの、液体はね、絶対必要ですよ。いや、僕は、うん、いや、大丈夫、空気だけで、ライブの空気だけで。いや、でもみんなはね、やっぱり、直樹屋さんのね、何かこう、ね、身近に感じるものが欲しいんじゃないかなと思いますよ。はい、ということでですね。はい、はい、誰か入ってきた。はい、そうそうそう、はい。はい、大事なところです。CM が入ります。もう CM？ はい、CM になります。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里まんじゅうとくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。キウナ名古屋。はい、ということでですね、お引き取りください。あれ、いきなり。いや、今ね、大切な激励のメールを読もうと思ったのに。はい、いいですか、どうぞ。ではどうぞ、読みますよ。はい、はい、皆様こんばんは、マンタキーラジオのみなこです。ありがとうございます。ありがとうございます。みなこさんからです。ありがとうございます。直樹屋さんが出ると聞いてメールしました。亡き、あ、どうもどうも、ありがとうございます。亡き兄貴が生前、直樹屋さんはいいやつだから迷惑かけるなよとか、直樹屋さんは面白いと、直樹屋さんの話をすると笑顔になっていました。今も天国から直樹屋さんのことを見てると思います。滑り王子とのコラボ楽しみにしています。直樹屋さんと読谷の国道で朝活したのは楽しかった。夢で兄が行けと言われたから行ってみたけど楽しかった。どうなんだ、感動しますね。最後まで皆さん番組頑張ってくださいと、うん、いうことで、みなこさんからありがとうございました。ありがとうございます。みなこありがとうね。ありがとうございますね。マンタキーラジオのね、みなこさんからでした。もう一つ来ています。よろしいでしょうか。はい、はい、フルムーン新一さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人のトーク、あ、新一さんだ、うん、あ、新一さんです。そうです、そうです。新一さんです。ね、FM 読みたんのフルムーン上宮レディオショーの新一さんです。はい、師匠、はい、師匠、あ、師匠なんですね。はい、そうです、はい、僕の、はい、お二人のトーク楽しみにしています。
全然話が噛み合わなくてもいいです。以上です。ありがとうございました。その通りです。努力、伝書してますよ。努力してますよ。僕も、絶対マスク、滑り王子も努力してますよ。でもすごいよね。新さんもね、で、こうやってね、番組始まる前からね、もうちゃんとこう予測してくれてるとか素晴らしいですよね。どういうことかな。僕も、どういうことだろう。ね、でもね、直樹さんね、ちゃんとね、王子はね、はい、素晴らしくね、いい感じでね、噛み合ってると思ってますから、大丈夫ですよ。だって僕、王子と会ったのって1回しかないし、それでこんなに30、うん、20何分も喋れてるなんて、奇跡ですよ。大丈夫じゃないかな。でも全然大丈夫。いや、あとね、全然話変わりますけどね、はい、ね、直樹神社あるじゃないですか。ああ、はい、やってますね。うん、あそこに王子のね、厄除け、魔除け、ね、安産祈願のね、そういう写真あるんですけど、それをまた販売してもらえば素晴らしいと思うんですけどね。いや、王子は王子の、名古屋で神社やってくださいよ、僕が行きます。あれ、そうなの？あれですよ、なんて言いましょうか、なんかいろんな、神社があるじゃないですか、何々とか、どんな、はいはいはい、分かんないけど、それの、一緒に提携して、王子は名古屋で、提携バージョンいいですね。そうね、なんかあるじゃないですか、全国各地普天間、なんとか、もう言葉が出てこないな、大丈夫、大丈夫。王子も何、なんかグーとか、大丈夫。王子も何言ってるかわからないんだから。だから本当にね、そういうね、いろんなね、それこそね、グッズ販売をね、本当にね、日本全国ね、回りたいですね。本当に、直樹さんとね。もしもし？はいはい。もしも、はい。僕、グッズ販売したいって話ですよね。今、うん、王子が言ってる。はい。僕、グッズ販売って、もう、自分にしか興味ないんで、自分のものしか売ってないんですよ。自分のものしか。で、そこに、皆さんが買ってくれる、買ってくれないはあんまり考えてなくて、自分のものしか、作りたくないっていう欲望があります。ああ、作りたくないってことね。そのためだけに活動してるっていうことなんです。売れる商品。売れる商品じゃないんだ。え俺今ね、王子ね、ちょっと今、王子が何か作っても、うん、僕、それ、なんか、あんまりテンション上がらないんですよ。その、魔除けとか、お守りとかしてもらっても。今ね、ちょっとね、うん、あれ、直樹さんで何販売してるのかな、と、ふっと思ったんですけど、はい、ちょっとこれ、下世話の話ですけどね、脱ぎたてのパンツ売ってるのかなと思って。いや、なんか、それが、こう、自分のあれだって言ったから、もしかしたらそれ販売してるのかなと思って。ブルセラの話でしょ。90年代のブルセラの話でしょ。ああ、そうですか。いや、僕、さすがにそれ、そういうマニアはいないと。思いますね。うん。逆にそれでも売れるかもしれない。どうせ、この話どうすんのよ、もう。いや。でもね、Tシャツあるじゃないですか。はい、うん、あります。いつも着てますね。うん、これはね、いろんなファンの方がね、着てるのね、王子もよく見ますので、たくさんね、皆さん購入されてるんじゃないかな。そうですね、うん、T シャツ、自分の3パターンあるんですけど、4パターンかな、結構着てくれて、で、もう、売り上げが頭打ちなんですよ。もう、ほぼ。本当にですよ。今から作っても、だってみんな持ってるから。で、普通、皆さんって、T シャツ一回買ったら、3年ぐらい、首がだるだるだるまで来たり。で、もう、プリントがもう剥げてきたり、もう、ひび割れするぐらい、着る方もいらっしゃるんで、もう、こういう、ね、皆さん、だって、なんだろう、物持ちいいんで、あ、言葉当たってる？あ、でも大丈夫ですよ。なので、うん、T シャツ作っても、いや、もう僕がもう余ってるぐらいあるんで、僕が。だから、新しい T シャツ作るのどうかなって思ってます。今のね、余ってる T シャツに王子サインしましょうか？いや、なんで？その、ワンポイントで、いつもと違う。いやいや、バージョンで。いや、
当時、あの、買ってサインしてください。もうね。買ったら、何書いてもいいですよ。着なくてもいいし。もう、あの、どんどん送って、あの、そのままサインね、して、また送り返しますんで。いや、メリットが、メリットください。メリットがあること言ってください、俺に。いやいや、もしかしたら、もしかしたらもうこんなね、二人がね、あの、コラボしてることないんですからね。ほんとね、それ、そういった意味ではないですよね。ないですよね。あの、直家さん、なんか僕、ごめんなさいね、話、はい、あの、告知しなくていいんですか？あ、させてください。あの、王子の話ばっかり聞いてたら、告知の時間がいいですか？告知してください。じゃあ、あの、1分30秒でまとめて、はい。いやいや、短い。1分いきます。5月9日にライブがありますので、はい、あの、新報ホール、琉球新報ホールで、はい、なんと、あの、琉球新報です。あの、新聞社の、天下の、はい、天下の新聞社、新報ホールでライブをします。はい、直木屋。しかも、はい、皆さん安心してください。僕、うん、ほぼほぼ演奏しません。バンドであるので、はい、僕はほぼほぼ演奏しないので、はい、そこら辺は、大丈夫なので。何やったんですか？あれ、演奏しないってことは、歌に専念ってことですか？そうですよ。まあ、歌に専念。それもまたちょっと不安があるかもしれないけど。ああ、滑りトークでもするかなと。滑りトークでもするんですか？声が途切れてる途切れて滑りトークでもするんですか？宣伝させてください。宣伝、はい、5月9日に、はい、新報ホールでライブがありますので、はい、でさらに配信もやってますので、はい、で県外の方も見れますので、ぜひ僕に連絡ください。直木屋で検索してください。ぜひよろしくお願いします。今回は配信ライブもあるということで、はい、今回は配信ライブもあるということで、県外の人も沖縄に行かなくても楽しめるってことですね。そうです。今ご時世なんでね、コロナで、はい、ミスになれないんで、あんま県内でも県外でも来たくないっていう人もいると思いますので、それでもちょっとまあ冷やかしというか、なんというか、助けてください。申し込みは直木屋さんに連絡すればよろしいですか？そうです。あと直木屋オンラインショップでチケット販売まだ稼働してないから、やる予定です。僕が基本、郵送する感じでやってますので、ぜひ、よろしくお願いします。あと、もう一ついいですか？はい。まだ喋れる？はい、はい、大丈夫です。大丈夫です。あと、僕、最近から、路上を歩いてるんですよ。はい、電光掲示板背負って。あれですね。カニですね、カニ。カニ、そう。カニじゃない。腕をつけて。腕ですよね。はい。新しいバージョンで歩いてますので、で、見る方、目が合う方、すごく、ものすごく、蔑んだ目で見てくるんですよ、僕は。で、僕は、本当に、一刻でも早く、僕は、変な人じゃないよっていうのを伝えたいんですけど、それ、方法がないので、この公共の電波で、はい、別に変な人ではないので、なんか、はい、看板と大きな腕を背負って歩いている人がいるけど、うん、全然不審ではないですよってことですね。そうです。それが言いたい。でも大丈夫じゃない？職務質問されなければ全然大丈夫ですよ。ですよね。うん、本当に。警察とかスルーしていきますんで、それ大丈夫。警察も関わらないという。皆さん、沖縄県内歩いてますので、よろしくお願いいたします。はい。もう大丈夫です。告知 OK です。告知大丈夫。あともう一つね、はいはい、3月にもなんか、3月のイベントは大丈夫ですか？さすが、王子、ね、ナイスキラーパス、うん、ちょっと決めていいですか？どうぞ。3月27日、子供の国。沖縄県内にある子供の国という動物園があるんですが、はい、そこがですね、キャバレー小座というイベントが、主催している大人の国っていう特別に、その時だけ、野外ライブがあるんですよ。うんうん、で、そこで直木屋バンドが、初めて野外でライブをします。他にもですね、八方不美人というドラッグクイーンの方たちが出たり、あとエイサーが出たり、空手の演舞があったり、なんかもう本当にチャンプルーな感じのイベントになりますので、うん、そちらもぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、僕に連絡くれたらチケットまだ多少ありますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、では一応このコーナー一旦閉めますので、はい。はい。もう一緒に来ないか。キウナ名古屋。
はい、あのね、ナギアさんね、はいはい、今のそのライブの件ですけども、ちょっとね、王子聞き間違いがあったと思って、最初ね、はい、その3月のね、そのイベントですね、あのね、はい、キャバレー花園プレゼンツ、大人のおもちゃスペシャル。俺これなんか間違えちゃって聞いちゃったんですよね。地獄を見るわよ。なんか違うやっぱり。うまいなーこれ。いや本当あのね、このキャバレーまたね、あの花園ってまたね、後々ね、どっかでお話したいと思うんですけどもね、あの名古屋の老舗のね、キャバレーなんですけど、一つだけ、あの還暦を超えたね、はい、ホステスのお姉様がね、いらっしゃるっていうね、はい、伝説のね、キャバレーでございますんで、すごいよ。キャバレー花園、うん、大人。大人のおもちゃプレゼンツって、あれちょっとこれ、だいぶ直木屋さんも攻めちゃってるなと思ったんですけど、全然違いましたね。違う、全然違います。それは失礼しました。全然違う、それだけ。あ、ほんと？ですよね。キャバレー小座です、キャバレー小座。大人の、大人のクリという、イベントタイトルです。直木屋さん、よろしくお願いします。はい、会場は子供のクリなんですか、本当に。そうです。あの、野外ステージがありまして、そこで、特設、あ、まあまあ、あの、野外ステージがあるんですよ、もともと。すごい。子供の国で大人の国をやるんですね。そうです。で、その日は、一般の方、そのチケットで子供の国も入れますので、だから動物園も見れるっていうことです。すごいですね。動物園とそのイベントが共存するってことですね、うん、そのチケットの中で。なんか僕も、なんか楽しみなんですよね。面白い。動物園に来ない等の人が来るんじゃないのかなっていう、楽しみです。普段動物を見る、ゆっくり見たりする人が、ことがない人が、このチケットで動物を見た後に、はい、イベントも見ると。それが子供の国。すごい。これもしかしたら、あれ、みんな、ファンの方は、ふんどし一丁で見なさいっていう、そういう規則があるとか、そういうのはないですよね。ということでですね。はい。はい、楽しい時間はあっという間です。エンディングでーす。もう終わり？ありがとうございます。ありがとうございます。はい。来週のテーマは？私の健康法。ヘルスケア。日頃健康に気をつけていること、日課にしていることなどお送りください。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。いや今日どんな感じ、すごい教養あるような番組になってるよね今日ね。滑るところのね、隙間がないっていうのはこのことですよね。さすが直木さん、ということで、はい、直木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。閉店ゴロゴロゴロ。いきます？はい。はい、番組をお聞きの皆さん、どうもすいませんでした。え？すいませんでした。なんで？今日すごかったよね。まだあのね、王子も僕も、120% 出したと思ってます、僕は。素晴らしいよね、本当にね、上手にね、やっぱりね、王子のね、この、気持ちを、ね、引き出していただいてね、とてもね、嬉しかったもん。はい、退場、はい、ツイキャス、ありがとうございました。岡力持さん、浦添のしんちゃんさん、セルライト、金城さん、ありがとうございました。